この動画は以前投稿した動画を開講したものです。基本的な情報は前作と同じですが、後半に皆さんからいただいたコメントに答えた交流コーナーを設けています。それでは動画をお楽しみください。どうぞ。あんたの番よ。あ。怒ってる。別に怒ってないわよ。そうか。やっぱ怒ってるだろ。聞いてくれる。聞くぜ。こないだ旅行ツアー行ったのよ。それがもう頭に来て。それは。ああ、今思い出しただけでも腹立つわ。ちなみにどんなツアーだったの？皇居のあたりを桜を見ながら散策して科学館と近代美術館を見て、そんでもって昼食食べるの。ちなみにおいくら？ 6500 円。そのくらいするでしょ。妥当な金額だぜ。冗談じゃないわよ。あんなクソツアー行って大損したわよ。6500円が妥当なんて、あんた金銭感覚おかしいわよ。口の中に手突っ込んで奥歯ガタガタ言わせたろうかい。わかった。あたしが悪かったから、とにかく落ち着いてくれ。血圧が上昇して倒れかねないんだぜ。怒っているのはわかるんだが、なんでそこまで怒るのか、その理由がわからないんだぜ。それもそうね。それじゃあ順を追って話をすることにするわ。あたしたち、約束の時間に東京駅の南口で待ち合わせしたの。するとツアーの人が旗を持って待っていたのよ。隣にはボランティアの人もいたわ。ちょっと待って。ボランティア？そうよ。観光のサービスで営利事業なのに。そうよ。皇居とかの歴史を教えてくれるの。本当にただ、お土産とかもなしで。ただみたいよ。それで私たち出発したわけよ。ボランティアの人詳しかったわ。古い地図片手に色々と説明してくれて、それから科学技術館行ったの。なあ、さっきぼったくり呼ばわれしてたけど、6500円って妥当じゃないのか。どうしてよ。だって料金の中に科学館とかの入場料入っているだろう。そう考えると高くないだろう。わかってないわね。こういうツアーに参加するのは年寄りばかりなのよ。65歳を超えているような。ちなみに私は17歳だけど。はぁ、65歳過ぎていると入場料ただなのよ。マジか。で、科学技術館行ったんだけど、金属見せられた。はい、だから金属。どういうこと？鉄の塊でも、ドーンと置かれていたわけ？いやいや、そうじゃなくて加工された金属。それだけじゃなくて他にも色々と展示されているだろうに。30分しか時間なかったから、ほとんど何も見れなかったわよ。後でじっくり見てくださいって言ってたわね。で、次に行ったのが近代美術館。ちなみにここも。65歳以上はただ、ここねー。工芸美術館の展覧会の鷹の工芸がすごかったのよ。本当に生きている鷹みたい。写真とは全然大違い。やっぱり美術品は生で見るに限るわね。へえ、それは良かったんだぜ。で、昼食の時間よ。あたしたちずっと歩いていたからもうお腹ペコペコなわけよ。ここでボランティアの方とはお別れ。え、ご飯も食べないの？本当にボランティアじゃん。そうそう。あたしたち客はご飯くらい食べさせてあげればいいのにってぼやいていたわよ。以前、あたしの知人で赤十字でボランティアやっていた人たちいるのよ。献血のお願いをする仕事なんだけどね。でも、お弁当も出たし、お土産だってもらったって言ってたわよ。今時の企業はとことん経費を削減するんだねー。今までの話を聞いた限りでは、そのボランティアさんがいるおかげでオリジナリティのある商売として成り立っているわけじゃん。それを飯も食わせずに追い返すか。そうよ。ボランティアさんの話面白かったわ。知識が豊富で皇居のこととか何でも知っていたわ。頭に来たのはここからよ。食事、何が出たと思う？ハヤシライスよ。6500円も支払ってハヤシライスよ。さすがにバカにしすぎでしょうが。それすっげえ高級なハヤシライスとかじゃないの？そんなことないわよ。古代米にデミグラスソースぶっかけただけの普通のハヤシライスよ。古代米なんて都会の人間ありがたがるかもしれないけど、私田舎の人間だから嬉しくないわよ。古代米なんてそんなに高くないし、
しかもそのハヤシライスまずかったのよ。肉臭くってとても食べられたものじゃなかったわよ。味云々については私は食べてないんでわからないけどな。ちなみになんていうお店、スマホで調べてみるぜ。ここよ、ここ。ふん、どれどれ。もう一度聞くけど参加費いくらだったっけ ?6500 円。そのハヤシライス、1000円ちょっとで食べられるわ。ふざけるなぁ。正確には1100円だけどな。パスタが1050円として、その次に安いメニューだぜ。どれどれ、他のメニューも見てみる。なにこれ、この鶏のもも肉の美味しそうなやつ。ん、これはコース料理だぜ。1500円するぜ。だったら私こっちのがいいわよ。こっちだったら全然文句ないわよ。6500円払っているんだから1500円の食べたって罰当たらないじゃないのよ。最後にアンケート用紙押し付けられたんだけど、高すぎるって書いておいたわよ。他のお客さんの用紙を見ても同じようなこと書いてあったわよ。それは大変でしたね。ご苦労様です。でもねー、このツアーで一つだけいいことあったのよ。このツアーでハンカチの花見つけたのよ。歩いているとたまたまハンカチの木の木を見つけたの。あたしこれまでハンカチの花見たことなくって、ボランティアの方に、この花ハンカチの花ですよね。って聞いたけど、あたし花はわかりません。って笑って答えていたわけ。というわけで、今日の話はここまでなんだぜ。その会社についてちょっと調べてみたら親に旅行をプレゼントしたらその旅行がひどくて散々だったとか書き最近の旅行ツアーはとにかく経費を削減したものが多いらしいぜ。今回の動画で旅行会社の業界についてはとやかく言うつもりはないのだが。あえて言うなら一言だけ、ご老人はとにかく飯がまずいと切れる、逆に言ってしまえば、飯さえうまければそれなりに満足してくれるってことだぜ。食べ物の恨みは恐ろしいっていうからなぁ。じゃあ、またねー。というわけで、ここまでが投稿した動画の内容だぜ。この動画、いただいたコメントが多かったんですよ。全くその通りとか共感してくれるコメントがかなり多かったと記憶しています。その生き方で低評価も意外と多かった。ひょっとしたら業者の人たちかなと疑ってみたり、この会話に多様なコメントが多かったですよね。この動画と同じような経験をなさった方が結構いらっしゃった。JTB などの大手旅行会社や大手航空会社系列、JR、大手私鉄系列のツアーを選ぶのが一番無難だと思います。このような建設的な意見をくださる方もいらっしゃいました。どこの業界もそうだけど確かに大手は強いんだよな。都内で6500円なら、ハトバス乗った方が良くないか。確かにハトバスは評判いいよなぁ。そうそう、実はこの動画で一つ間違いがあったので訂正してお詫びいたします。ご老人はとにかく飯がまずいと切れる。の箇所です。正しくは、ご老人でなくとも、とにかく飯がまずいと切れる。です。大変失礼いたしました。実はこのシリーズ、もう一個作っていたんですけどあんまり人の業界あれこれ言うのもどうかなぁと思って廃棄しちゃったんですよ。怒りの旅行ツアー、ミステリーツアー版、ですわ。ちなみにやらかしたのはこちらで紹介した企業さんと同じ会社でございます。あらら。ここだけの話、皆さんにおすすめできる旅行会社もあるといえばあるのですよ。怒りの旅行ツアーシリーズ第2弾やうぷ主がおすすめする旅行会社の動画については皆様の反応次第ということで、それにうちは歴史チャンネルなので歴史動画をどんどん投稿していきたいのです。というわけでグルメ系の開講作業もそろそろ終盤です。開講動画はグルメ系はあと1つか2つで終わりです。これまでの動画は既存の動画ほとんどそのままでコメントを返すお返事コーナーを付け加えたですが、残りのは内容を作り変えた新作になっています。その後の予定は未定です。おそらく歴史動画の開講作業に入りますが、それだけでは物足りないので、並行して新しい企画をやる予定です。ですが、予定は未定でして、ロマノフ長やってくれとか里中町子先生か大和和樹先生の歴史漫画をやってくれとマシュマロでのご意見があったのでそのあたりやりたいですね。というわけで、
今日はここまでにしたいと思います。またねー。